建築の美と美術。アエセティクス&テクノロジーインビルディングバイピエール・ルイジ・ネルビー。序文より、あらゆる時代、場所を通じて言えることは、建築の一般的概念と、建物が満たすべき機能の定義及びその細部を決定する技術、力学。そして美的展開、これらすべてのものが一体となるべきものであり。この複雑な建築の問題を技術と芸術に分けて考えることは悲壮的な観察に過ぎない。建築は技術であり芸術であるというよりむしろ、技術と芸術の総合でなければならない、ということである。ピエール・ルイジ・ネルビー。イタリアの構造家、建築家。図21、フローレンスの私立スタジアム。外観。最初の計画では屋根付きスタンドの下の空間は外壁で囲まれ、種々の体育館として用いられるはずであった。また、マラソン東側の大スタンドの増築。5箇所の外部螺旋形階段の増設は、総合計画において予定されていたのであるが、財政上の理由で実現しなかった。図22、フローレンスの私立スタジアム。螺旋階段の詳細。この階段は、スタンドがすでに建てられた後に、施主の要望によって付け加えたものである。もともと観客の上り下りは、2階以上は多数の小階段により、2階から1階へはこれをまとめて導く計画である。結果としてこの新しい階段は、外部から最上階への直通階段となる。ごく自然な解決法として考えられた。この外部の半円形の螺旋階段は、もともと羽出し張りであるから、力学の助けを借りなければならない。これは、階段アーチと逆対称でこれに交差する。半径アーチをつけることで解決された。図23、12万人用スタジアムの計画案。平面図と断面図。1932年においては、私の知る限りでは、上部スタンドが下のスタンドの屋根の役目をする。二段式解決法はまだ行われていなかった。19箇所の外部階段によるアプローチの明快さ。およびその下の円周二層空間は、サービス施設、体育館、水泳プールなどに完全に利用される。また屋根付きスタンドの構造体は、環状の柱なしの大空間を構成する。図24、12万人用スタジアムの計画案。外観。この計画の美的表現は、全く力学的及び施工上の、指針による骨組みを崩さないで設計された。鉄筋コンクリート構造物がもたらすものである。ご視聴ありがとうございました。サンクユーフォーウォッチング。登録をお願いします。Please register.